カブトガニ類、または、顕微類は、ハサミカクアーモンのカブトガニ木に属する節足動物の、総称である。一般に、カブトガニと総称されるが、この古称は、本群の一種タキプリアストライデンタタスを指すは妙でも、ある。ハサミカク類に分類されており、すなわち名前に反してカニなどの甲殻類ではない。原生のカブトガニ類は4種のみ知られるが、 化石種まで範囲を広げると80種以上も含んだ大きなグループである。カブトガニ類はオルドビス期ですでに出現し、正式に記載されるものはおよそ4億4500万年前。命名がなされていない化石まで範囲を広げるとおよそ4億8000万年前まで遡れる。現生のカブトガニ類はいくつかの化石種に似通った姿を持ち、いわゆる生きている。 化石の代表的な生物として知られている。カブトガニ類の分類の内部構成については、従来通りハラフシカブトガニ類を含んだ、抗義のカブトガニ類と2013年で再定義され、それを除いた、競技のカブトガニ類がある。本項目では主に前者について扱う。なお、カブトガニ類と、大まかな姿が似通った、生きている化石として知られ、 しばしばカブトガニ類と混同されるカブトエビは、甲殻類であり、ハサミカク類である。カブトガニ類とは別物である。学名、ジーフスラは、県のような美説に由来し、ギリシャ語のザホースとロスの合成である。カブトガニ類は、ハサミカク類であり、甲殻類のカニではない。しかし、各地域のカブトガニ類への故障に、カニを含むことが多く、以下の例が挙げられる。 カブトガニ類の体は、前、体と後体の二部によって構成され、終端は、トゲ状の微節を持つ。すべての付属詞は複側にあり、幅広い体に覆われる。現存種はいずれも、数十センチメートルに及ぶ大型の節足動物で、あるのに対して、古生代の化石種は、数センチメートル程度のものが多い。また、外見と生態が、 いずれもよく似通う原尊種に比べて、化石種、特に中世代のものは、比較的に多様化していた。雲型類であるサソリとカブトガニ類であるアメリカカブトガニの前体付属種の比較図。後者のフレーシは、足との区別がほぼつかないことがわかる。アメリカカブトガニの前体の横断面図前体は、先節と第一から六体節の融合によって、構成された合体節である。 往々にして幅広い半円形ないし、三日月のような形をしており、不足を覆うドーム状の廃校となる。背面の両側と中心は、それぞれ一体の複眼と単眼がある。現存種の場合、複眼の直後、単眼の間、腹足の口の前という三箇所からは、それぞれ一体の特殊な目の存在が確認でき、そのうち腹足のものは、腹眼とも呼ばれる。 ハラフシカブトガニ類の場合、ほとんどの種類は目を描くと考えられる。カブトガニ類の廃校の背面は、目以外にも様々な特徴を持つ。副眼の上側には、目不留気線が走り、公園の中心には心場という、盛り上がった領域があり、両後ろ側から突き出した部分は口角、方棘、または側棘という。これらの特徴は、分類群によって、 形や発達具合が異なり、カブトガニ類の系統関係を示すのに重要視される形質である。全体における6体の付属子はすべて肺甲の下の中心付近で接しており、口はその間に後方に向かって開いている。口と上唇の前にある第一体の付属子は接触に用いられる短いハサミ型のハサミ角である。次の五体は足であり。 先端がハサミとなるものが多い。そのうち最初の一体はフレッシュであるが、クモ型類のように特殊化せず、足との区別はほぼない。ただしオスの場合、この付属肢一体のみ、もしくは次の足と共に2体が、メスを包摂するため先端が太いカギ爪状の構造へ特殊化したものがある。原生種の場合、最終一体の足は最も発達で、その元節は、 海蒸気という洋上の外詞があり、足先はヘラ蒸気という4枚の板状構造を持つことが確認できる。また、それぞれの足の元節は、口を囲んだ顎元という接触に用いられる、ノコギリ状の突起がある。足の間には、エンドストマという腹板由来と思われる、目立たない外骨格がある。あと体は分節した生糸に分かれ、あと体第一節由来の、 第6体の足を持つとされるウェインベルギナ。アメリカカブトガニの後体の横断面図。一1体のエーラ足ーの中央には尖った、スターネルローブと1体の指のような内詞があり、左右の幅広い外詞の後ろ側に、ショエラが配置される。あと体は9から11節を含め、多くの場合は前、体より横幅が狭い。派生的には、カブトガニ類の場合、 第七大説以外の後体のすべての大説は、融合して、ソーラジートロンという一つの合体説を成しているが、基盤的化石群、いわゆるハラフシカブトガニ類ではほぼすべてが、可動の生誕に分かれる。カブトガニア目の中で、後体の両脇に、エントゲと呼ばれる6体の可動のトゲを持つ例が多い。カブトガニ類の後体第一説は、往々にして、 外見上から完全に消失するほど退化しており、原尊種からは、この大節は前、体融合し、唇覚ましという最終の足の間に配置される短い付属種を持つことが確認できる。しかし、ほとんどの化石種の第七大節付属種の詳細は不明で、一部のハラフ不死ブトガニ、類においては、独立した退化的な聖火が見られる。中でもウェインベルギナは、 この部分が前体のと、ほぼ同型の足を持っていたと考えられる。これらの性質により、この大切は、機能的にむしろ前体的であり、前体の一部と扱うべきことも検討される。次の後体第2から7説は、6体の外反という平板上の付属子を持ち、基本的には幅広い外詞と指のような、短い内ちからなるに差がた付属子であり、その基部の中央には、 スターネルローブという、払いた由来と思われる、小さく尖った構造体がある。最初の一体は左右融合した生殖口外といい、後ろ側の基部は一体の生殖口が開き、卵や生死はそこから排出する。次の五体はエラー種であり、それぞれの外種の後ろ側は、まるで本のページのように畳んだ呼吸用の書エラがある。これらの外は普段では後ろ向きに畳んでいるため、 エラー足は、生殖口外によって覆われて守られて入れる。あと体の微端に当たる肛門の直後は一本の、棘状の微節が伸び、オケンや、キャジュエルスパインとも呼ばれ、上下と左右方向で運動できる。カブトガニアモクの微節は往々にして、全長の半分以上を占めるが、ハラフシカブトガニ類の微節はそれに対しやや短い。アメリカカブトガニの十段メンズカブトガニ類の、 神経系と肺属の循環系液体上の物質しか接触できない他の多くの原生バサミ角類とは異なり、カブトガニ類は固形状の食物を取ることに適した特殊な消化器を持つ。全体腹側にある口は後方に向かって開き、口倉に覆われる食道は前方へ伸びる。全体の前縁付近からは U ターンのように上向きに大きく曲がり返した前位がある。 善意はその音筋肉の発達した左脳からなり、食物を細かく砕き、殻や骨などの食べられない物質はここから口へ吹き、返す。左脳の直後は細くなり、有紋弁へ接続する。有紋弁から、肛門付近の直腸までの消化管は、長い中腸でつながっており、その両側は、体の大部分を占めた盲腸がある。消化酵素はここで分泌され、食物を分解し、 栄養を吸収する。循環系は他のハサミカク類よりも高度に発達しており、肺側の縦長い心臓や体の縁まで枝分かれたくさんの動脈を含んだ血管系とその左右とショエラにつないだ感激循環系でできている。体内のチリンパは無色透明であるが、ヘモシアニンを含むため、流血などために酸素と結びつくと同イオ音由来の青色になる。 他の節足動物と同様、カブトガニ類はハシゴ形神経系を持ち、脳は、前大脳、中大脳、五大脳と呼ばれる三つの脳神経節からなるが、原始的と思われる形質を持つ。また、前体の神経節は雲型類のように集約するが、後体の神経節は、明瞭に分節している。尿を排出する器官として、体を成す、足元があり、部は、 後ろ足の元節に開く。これもクモ型類に似通っている。メディアを再生するカブトガニ類のアゴ元と外反の規則的な動きメディアを再生する遊泳するカブトガニ類炭水性で全身を丸める石炭機のアラナップスマグニフィカス原存種のカブトガニ類は干潟や海底に生息する海生動物である。肉食型よりの雑食性で確保した餌は 足の顎元の連動によって握りつぶされ、唇冷ましで漏れることを防ぎ、ハサミ角でそれを口へと運ぶ。二枚貝を主食とし、巻貝、多毛類、甲殻類、腐肉、海藻など様々な生物をも食物とする。後ろ足のヘラ蒸気によって、干潟や砂浜の上でも前進が可能で、幅広い廃坑の形も泥に沈むことを防いでおり、干潟状の移動や、 砂などの堆積物の中に潜むことに適している。あと体の外反とエラー足を連動させ、裏返しの姿勢で遊泳をすることができる。生体の性的二なりは明瞭で、メスに比べて、オスはやや小柄であり、放摂中に、メスの後、体を合わせるように、廃校の前縁下側もやや空いている。繁殖期の頃、干潟や砂浜に集まり、 オスは特殊化したカギ爪状の不足を用いて、メスの後、体を包摂する。メスは砂浜状で数万個の卵を産み、オスは排生して卵の体外受精を完成させる。妖精は十数回の脱皮を押し、数年を経て生態になる。節足動物にしては長寿で、例えばアメリカカブトガニの平均寿命は20年から40年で、あると推測されている。 長寿である上に、生体は脱皮をしないため、大きな体には、フジツボや巻貝などの付着生物が付くことが多い。なお、活石種からは、淡水域に生息し、遊泳や堆積物へ潜むことに、不向き、全身を丸めるなど、現存種とは異なった生態や行動にあることを示唆する種類がいくつか知られる。 特に石炭機で繁栄したベリーンユリデイカは、その全ての種類が炭水性であったと考えられる。原生のカブトガニ類は、カブトガニ、ミナミカブトガニ、マルオカブトガニ、アメリカカブトガニの4種のみが知られる。各種類の詳細は、それぞれのが愛刀項,項目を参照のこと。カブトガニタキプリアストライデンタタスノオス。廃坑の前縁は2つのくぼみがある。 体より長い微節を持つ丸オカブトガニ、カーシナスコーピアスロートンドコーダいずれも生態と外見はよく似通っており生息地と体調の相違点以外では以下の特徴から区別できる。19世紀に描かれた甲殻類のイラスト、カブトガニ類は甲殻類と一斉に並べられた。19世紀には山陽虫らしい姿をした妖精と 形態上の大まかな類似点に基づいて、節足動物の中で、カブトガニ類は三葉虫に類縁であると考えられた。当初は、海サソリ類と共に、いずれも甲殻類扱いされた。しかし20世紀以降の再検討により、カブトガニ類と海サソリ類は、甲殻類らしからぬ、むしろサソリなどのクモ型類と対応できる体制を持つ、ことが判明した。それ以降、三葉虫や、 甲殻類と区別されたカブトガニ類とウミサソリ類は、海グモ類、クモ型類などと共に、まとめて、節足動物の大グループの一つである、ハサミカク類に含まれるようになった。様々なクモ型類、クツコムシフクガン、アゴモト、ニサ型付属し、発達した後体付属詩と、ショエラなど、残りの原生ンバサミカク類であるクモ型類には、 見当たらない、多くの新ハサミ角類の祖先形質と思われる特徴を持つため、カブトガニ類は、新ハサミ角類の初期系統発生及びその共通祖先への交差において、豊富な情報源として重要視される分類群である。通常、派生的と思われる雲型類に対して、カブトガニ類はそれより、早期に分岐した基盤的な新ハサミ角類とみなされる。 カブトガニ類とクモガタ類に至る系統は、少なくとも古生代オルドビスキの頃に分岐していたと考えられる。なお、一部の分子系統学的解析では別の系統関係を示唆し、カブトガニ類は、非単系統群のクモガタ類の間から分岐し、その中で、クツコムシ類もしくは、初敗のあるクモガタ類に近縁という系統的位置が挙げられた。これに基づいて、 カブトガニ類は陸生のクモ型類に起源で二次的に水性化した、もしくはカブトガニ類が水性のままでクモ型類が複数回で上陸したという二つの説も提唱された。しかし、このような見解を否定する研究も後に少なからぬ挙げられており、中ではカブトガニ類は探検統群のクモ型類よりも早期に分岐したという通説を支持する分子系統解析と、 分子と形的解析やカブトガニ類の二次的水性仮説を否定する古生物学的証拠が挙げられた。特に後者に関して水性性に適した特徴を含めてカブトガニ類は多くの特徴は雲型類でない化石バサミカク類を通じて広く見られることによって祖先形質であることが強く示唆される。たとえカブトガニ類は本当に雲型類の間から分岐しただとしても 雲型類が複数回で上陸した説の方が現実的であり、カブトガニ類の水生性,性はおそらく祖先形質で、とても二次的には考えられない。化石バサミ角類との関係性カブトガニ類に類するほどの原生バサミ角類は存在しないが、化石バサミ角類まで範囲を広げると、海サソリ類、チャズマタスッポディダ類、及び、抗議のカブトガニ類に含まれる。 ハラフシカブトガニ類など多くの例が挙げられ、カブトガニ類との関係性は多く議論が繰り広げられた。ワールドスパイダーカタログに掲載される、化石バサミカク類一覧表、エーサム・マリーリスト・オブ・フォッシル・スパイダーズ・アンド・ザ・ディレーティブスによると、現存4種と化石100種以上の抗義のカブトガニ類が記載されており、化石種の中で80種以上は、競技のカブトガニ類に属する。 抗義のカブトガニ類よりも、基盤的な新ハサミ角類をファコルストディバステリウム、およびデケイトリアタに含まれるとされる、ビンシキアとヒョウヤは、便宜上に、ハラフシュカブトガニ類として、抗義のカブトガニ類に含まれる場合もある。分類学的位置が、議論的で再検証が必要とされる、ボーチグリビングキアムは、ランズデルによって、暫定的に抗義のカブトガニ類としてまとめられる。 競技のカブトガニ類はほぼすべての種類がカブトガニア目に分類され、そこからにしために上下5下に細分される。他にもカブトガニア目以外の属を含んだ、ケイシペイリニユリデイカはあるが、単形統群を成していないため最定義が必要と指摘され、それをあえて採用しない文献もある。原生種はカブトガニカに分類され、形態的細からニアカ三属四種に区別される。 人工交雑による実験では、アメリカカブトガニとアジア産カブトガニ類では、受精が成立せず、アジア産三種の間では交雑卵から孵化する例が見られた。アジア産の三種は、マルオカブトガニとそれ以外の2種に分けられるが、カブトガニに対して、マルオカブトガニよりも南カブトガニの方が、生殖的隔離が進んでいることから、マルオカブトガニをカブトガニ属に含める説もある。 一方で2012年に発表されたカブトガニ科の分子系統解析では、カブトガニと南カブトガニで単系統群を形成し、マルオカブトガニがその姉妹群となるという結果が得られている。次のリストの中で特起されない限り、分類体系、シノニム、地質時代とも、競技のカブトガニ類、ジーフスラセンスストリクトは、ランズデルに、その他の競技のカブトガニ類は、 ダンロップへ通るに基づく。俗より上位の分類群は、太字、伝統的にハラフシカブトガニ類シンシフォージャーナに分類されたものは、で示す。アグラスピスの復元図。かつてカブトガニ類に、近縁のハサミ角類と誤って復元された、光立て類の一例。不完全な化石によって知られ、かつてカブトガニ類もしくはその近縁と誤認された、古生物はいくつか挙げられる。 光立て類は、その代表的な一例であり、20世紀後期まで、この類は長い間に付属子が、推測的に、不思口類らしく復元され、カブトガニ類もしくはそれに、禁煙のはさみ角類と誤解された。後に付属子が再検証され、ハサミ角の代わりに触角があるなど、はさみ角類らしきぬ、特徴を持つとわかり、カブトガニ類の禁煙どころか、はさみ角類ですらなく、 むしろ山陽虫を含んだ別系統のものであると判明した。光立て類のほか昆虫、山陽虫、極秘動物からにもカブトガニ類と誤って記載された化石が挙げられる。あと体の極部のみが知られるキアエリアは長らくカブトガニ類と思われていたが、2019年の再検討にむしろチャズマタスっポギだるいではないかと指摘される。 断片的な化石のみによって知られ、古くからカブトガニ類として記載されたエラーアー,アーキューリンアラスとドレアボバスピスはランズデル2020によってカブトガニ類から除外され、特に前者はサイオウムシのビブの断片であった可能性が高い。ありがとうございます。